2024年3月11日、広島瀬戸内新聞ニュース、号外でございます。東日本大震災、そして福島原発事故から、ちょうど今日で13年ということであります。まあ、14時46分、東日本大震災が発生したわけでございますけれども、まあ、地震自体もね、地震史上、やっぱり、なんていうかな、ああいう、いろんなね、震源域がね、連動する形でのね、地震というのがね、まあ、その、現代でね、観測体制が整備されてから、まあ、ほとんど初めてっていう形でね、断層が連動する形での地震が起きたというのがね、東日本大震災でした。そしてですね、それによって起きた、福島第一原発の事故でですね、原子力緊急事態宣言っていうのはね、続いております。だから今ね、原子力災害対策基本法に基づくね、原子力災害対策本部っていうのはね、今もずーっと続いてるわけですよ。まあ総理官邸の方にもね、当然ホームページそれ残ってるわけですからね。まあ皆さんもね、時間ある時に、ご覧になられたらいいと思いますけどね。賛成は原発推進の人も反対の人もね、ちょっと忘れてることかもしれない。福島の緊急事態でずーっと続いてんですよ。で、もう一個ね、例えばね、能登半島の地震で志賀原発でもね、大きな事故になってたら、ほんと大変なことになってた。日本は、ね、罪になってたということをね、やっぱもうちょっとね、これ自覚しないとダメですよ。で、能登半島の地震はね、やっぱり、この東日本大震災より深刻な部分もあって、確かに原発は止まってたからね、大規模な事故にはなんなかったけど、一方でね、もしね、事故が起きてた場合にはね、避難がね、できなかったということはもう明らかな状況ね、もう道路が崩壊しまくったね、液状化してたりして。東日本の時はまだね、地震の揺れによるね、被害っていうのは、能登半島ほどではね、なかった。多分地震の揺れの質によってね、やっぱり建物とかあんまりね、崩壊とかが、割合が少なかったし、道路も割かしね、こっちの東北自動車道の残ってなんか、割とね、避難という意味ではね、そこまでね、やれじゃなかったけども、今回の能登半島の場合はね、そうなったし、今後もね、直下型の地震であればどこであっても、やっぱりその陸上でのね、そういう道路の寸断、あるいは建物の倒壊ということで避難が困難になるということはね、十分あり得ますよね。特に島根原発なんかね、もう県庁所在地ね、もうほんと県都にある原発ですからね、一応ね、いくら島根県過疎化してとかってね、松江市っていうのはね、都会ですからね、そこの都会でのね、原発がなった場合なんていう問題はね、あともう一個は東海原発もね、これ水戸市っていうね、大都会のね、そばにありますからね。あれもね、非常に、ね、問題ですよね。まあそういった意味でね、本当ね、もう一個ね、事故を絶対起こさせちゃいけないんですよ。日本土俵際ということですよ。日本土俵際ね。すでにね、土俵際ね、もう一個ね、もう一個なんかね、大事故が、あれは罪ですよ。将棋で言う罪ですよね。日本は将棋であれば罪になってしまうというところね、やっぱりしっかり自覚しないといけない。で、今日ね、亀ヶ崎原発いらない広島ネットワーク、ここでね、中国電力に対してね、申し入れてるものをね、していきますんでね。どうかね。皆さんもね、よろしく、ご参加をね、していただければ、幸いで、ございます。亀の関は止めようね、亀の関全部は止めよう広島ネットワークじゃ、ちょっとね、間違えましたけどね。
失礼いたします。まあ3月11日福島原発ね、13年の日ということでね、中電前外線、そして島根原発再稼働ね、反対の署名をね、中電に渡すというところでございます。まあ、中間貯蔵施設とね、両方にね、やめなさいということをしつこくね、お願いをね、していくということが大事だと思います。それから、まあね、あれほどのね、都道府県を超えたね、災害でしたんでね、やっぱりね、防災省って必要です。ね、絶対ね。うん。都道府県だけどね、自治体だけでね、手に負えるようなものじゃないということもね、言えると思います。自治体任せじゃなくてね、防災省を作るということもね、この、東日本大震災のね、教訓。まあ、能登半島大震災の教訓でもありますしね。うん。あれから13年、いろんな災害がたくさん起きてますけどね。そういったこともね、大きな教訓に、すべきだと思います。それではね、皆さん、今週もね、どこかでお会いいたしましょう。広島市民革命もね、頑張っていこうと思います。まあ、この、同じ時間帯に、3月11日、今日の、呉市役所前の方でもね、だからね、まあ、製鉄所の跡地に対してね、誘致するという問題に対してね、不法防衛拠点誘致するという問題に対してね、市民団体のね、抗議活動というのもね、行われます。まあ、本当ね、市民の意見を聞かずに決めんといてほしいというところですよね。うん、勝手にね。それでは皆さん、最後まで、ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。